ゼロワンが怒ってる。どうする？これどうする？どうする？うん。え？どうするもこうするもなくないですか？もう切った。電話ね。電話してない。実況解説こちらです。母親の長い電話切った。で結局なんだっつってんの？親はパルパル助けてあげてって言ってんの。私は青森だから行けないから、どうか娘を助けてくれって言ってんの。戻ってくれって言ってんの親が。入ったんだ家に、やっちょが。今度パルがもう無理ですって言ったの親に。お母さんそれは分かりますけど僕はちょっともう無理ですって言ったの。言ってない。なんて言ったのパルパルは。その頃猫が見損なったよって言われた。言ったの。それは言ってない。見に行きますって言った。パルパルが元カノの家に、うん、あらあと30分で食べる。彼に誰でもいいんだよ。パル吹っ切れた。ゼロワンと言ってた。吹っ切れたって。あ、もう行かないんだ。あ、お母さんに頼まれてももう無理だったのね。あ、行かないって言ったんだ。あ、終わりだ。じゃあもう無理だってことはもう親にも頼んでも無理だった。じゃあ今度はヤッチョが来てヤッチョに間に入ってもらうってこと。パルパルともう一回元に戻りたいから。うん、はいはい行きますって言ったの。やっちょが入ったから行かない。あー、じゃあやっちょが悪いわ。やっちょが、やっちょが家に入っちゃったから。 俺もそうだもんね。もう配信者が家に入っちゃったらもう行きたくないよね。なんか嫌じゃない？別れたばっかりでさ、他の配信者が家に入っちゃったら。あ、ダメだ。じゃあやっちょが全部責任取んないと。これなるでしょ普通ね。え、まあ、俺たち2人で行く分にはいいけど、彼女のいない男性配信者がね入っちゃったら嫌だよね。やっぱパルパルだって。うん、そうでしょ。諦めるよねそりゃ。もういいわ。うん、あ、じゃあダメだ。カレンちゃん入れちゃうんだ。ダメだよ。すぐ。俺も元カノそうだったもんだって。俺別れてからなんかいろんな男家に入れてるじゃん。俺もちょっと嫌になったもん、それで。あ、誰でもいいじゃんこいつってなるもんね。なんか一途でやってほしいよね、別れてもさ、ちょっとは。うん。すぐ家に入れちゃうもん。なんなんそれ、何現象ってのそれ。なんですぐ別れたら、違う男入れんのすぐ。どうぞとか言って。バラエティ番組じゃねえんだからさ。なんなんそれ。二人で配信してる。すぐ家に入れたらダメだよ女は。うん。じゃあ新野町さんですどうぞとか入れちゃってるんですよ今。クラッシャーなの。ミューハン、ミューハ、ミューヒ、なんでこれ、なんて読むの、こんな病気あるの。ミューヒハウンゼン病症候群。で、カレンちゃん枠切ったのこれ。で、全部持ってかれちゃった、もしかして。やっちゃう。
あ、やってるじゃん、カレンちゃんまだ切ってないんだ、やってんだ。やっちょ的にはこれ切らしたいよね、カレンちゃんの枠ね。こう2000人いるし、これ切ったら5000人いくんちゃうかみたいな。あ、これミュンハンゼン症候群。ん、何すか。精神疾患の一種、周囲の同情や関心を引くために自ら傷つけたり大量の薬を飲んで、病気のふりをしたりするもののことです。さらに自分自身を、患者に仕立て上げる場合がある。これだ。病気だ。死にたいと言ってる。こいつもカマチョなんですよね。カマチョ、カマチョ、うん、どこでもしこしちゃう。死にたいか。聖司来るって言ってるけど、どこに、誰が言ってる。カレンが聖司もう家に来たって言ってる。いやいやいや、言ってないじゃん、言ってないよ。え、え、言ってないじゃん俺。聖司カレンジ来たって言ってる。来たよって、来てないじゃない。あれれ、バグってんのかな、記憶が。やば、来てないじゃん、言ってないよ俺、言ってない、言ってない、言ってないよな。言ってないっすね。今日のことじゃなくて、じゃないんですか。前のことじゃない。うん、いつ行ったのよ。この子が知ってる人だって、一緒にいたでしょ家に。ちょっとちょっと噛んでくる、なんか。アンモロー、トンチキー、シンゴタン、ナイス。今日行ってないよ、だからこの子が証明してるじゃん。どん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 行ってないよね、今日。今日行ってないんじゃないですか。え、寝てる間は分かんないですけど。いや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 、だから配信してたじゃん俺、リスナーさんが証明してるじゃん。いや、でもその後行ってないよ。来たって、やっちょがカレンの自宅行ったから、あれ好きです。終了。うん、今日でしたって。で、来てない、行ってない、行ってない。生き量か。あ、わけわかんなくなってんじゃん、行ってないよ。バレたかじゃねえよ、行ってねえよ。幻だろ、はい、平和でしょ、まあ、うん、カレンが聖司がいるって言ってる。聖司やったな、やってないよ、うん、行ったんすか。だ、配信見ててくれた人いるじゃん、うん、いたでしょずっと。入院必要レベルだよね。聖司2人いる説。いや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 、彼わざと言ってる。やっちょがいたらみんな寂しいって連絡あるかもね。ああ、あるね。言ってないって。やっちょも政治だからもうややこしいんだよね。名前変える、俺名前変えようか。俺彼がお母さんに聖司っていう名前言ってたから、ワンちゃんお母さんに間違えた。ワンちゃんね。あー、かかるの方がいい。で、配信者ならそういうのも行かなきゃダメな時があるんだよ。でも、あー、配信者ならね、薬やめらんない、難しい病気、難病だ。じゃあ、あやあや、あ、
あの散歩行きます。え、どこ行くの？散歩。ねえれん？ねえれん？ねえれん？ねえれんって誰？なんで行くの？いや、散歩行ってないからだよ。ダメだよ、行っちゃ。散歩行くんだよ。本当に？本当にだよ。散歩だよ。ねえれん？誰だよ。大丈夫な、一人で。大丈夫ですよ。一緒に行きます？いや、行けないけど。なんだよ。散歩好きなの。いや、行けないんだよ。足痛くなっちゃう。あのね、犬がね、パワフルすぎるんですよ。1時間以上ね、散歩するんですよ。無理だもん、だって。いや、無理だよ。この夜中にさ、ウォーキング無理なのよ。1時間も歩けないよ。あんなすぎで散歩大丈夫でしょ。あったかあったかい。まだ危ないでしょ、こんな夜中に。だから聞かないもん、絶対行くって言うんだ俺。長すぎるよあれ。オスか、やばい。携帯ないって言ってる。横山やすし状態じゃん。やばくない？よだれ垂らしてる。やばい。わざとかな？演出？彼のリスナーやめてブロック確定。電話番号に、え？ 20 桁押してる。やば。だから一緒に行ってやってくれ、頼むよ、誠治。いや、意味あるよ、ダイエットしてる。わざとやってる時あるよね。あの、タバコポイしてもわざとっぽいな、でも。誠治おじさんが来たって言ってる？来てないんだよね。いや、散歩追いかけないよ。どこ行ったか分かんないもんだって。散歩コース把握してないから俺。出番です。ちょ待てよ、カレンちゃん帰り制かな。和田さんのとこある。やばいわ、俺もやばい、やばいわだわ。親もやばい、やばやばい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 らリアル事件。何、どうしたの、どうしたの。迎えに来てると思い込んでる。俺言ったらもう一個見たくなる。やっちょがどうしたの、どうしたの。どうせ番になるんじゃないの、やっちょ。 OD 過ぎたからよだれ垂らしてる。携帯見つからないか電話されたら。行かないで。修二郎さん散歩行かなくて大丈夫。バンになるでしょ絶対。警察呼ばれるじゃん、だって。やめようか。ごまちゃん大丈夫でしょ、行かない方がいい。やっちょ魔法行かなくていいよ。ハートありがとう。ガチやばい。ガチバンなんないよね、まだあれは。大丈夫、あ、配信してるの忘れてたんだ。やばやばいじゃん。電話番号言っちゃった。なんで晒してんの電話番号。
配信してるんで電話ないって言って番号がさらっちゃった。あーじゃ、それわざとじゃないの？彼氏募集枠なんじゃないのそれ、ステマなんじゃないのそれ、じゃんじゃん電話してほしいんじゃないのそれ。え？